皆さんこんにちは。ファットフォト写真教室エミです。この動画は60秒で今さら聞けない写真のあれこれをお伝えするというもの。60秒写真教室。今日は圧縮効果についてレクチャーします。望遠レンズで撮影するときに生まれる圧縮効果。一体どんな意味なのか、使い方まで含めてレクチャーします。圧縮効果とは、遠くの被写体と近くの被写体が重なることによって距離がギュッと縮まって見える効果のこと。遠いものを大きく見せる、近づけるという望遠レンズの性質を生かした撮影テクニックの一つです。どんな時に活用できるかというと、人混みや渋滞など密な状態をより強調したい時に使えます。まるで合成したかのような写真を撮ることもできます。比較画像を見てみると分かりやすいかもしれませんね。24mm で撮ったものと 107mm で撮ったもの、ずっと後ろにある水色のうさぎが近づいて見えますよね。これも圧縮効果により被写体同士の距離が近づいて見えるということになります。この効果を狙う時のポイントとしては、比較的近くにメインの被写体を持ってきて遠くにサブの被写体を置くことです。両方の被写体が近かったりするとこの効果を実感することはできません。いつもは標準レンズで撮っていた光景も望遠レンズで撮影してみると一味違った写真になるので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。